も練習してきました。あ、車で。いっぱいいっぱい。そうなんですね。もう朝から私洗濯と食事で追われて全然練習できなかった。彼女は4人の子供を持つ専業主婦。普段はちょっと主婦やってるもんですから、ちょっと子供たちの世話に追われてあまりこう自分の時間取れないんですけど、ずっと音楽をやっていきたいっていうのは小さい頃からの夢ではあったので、皆さんに私のことを覚えてもらえるような歌い手になれればなと思ってます。23歳での出産を機にアーティストになる夢を諦めた子沢山ママ、その歌声は。ジャハナミユキと申します。36歳です。もう家庭を、はい、子供は4人います。わー、上が13歳で次7歳6歳3歳と続いてます。あれ、音楽活動っていうのはどういう。子供たちの学校ですね、幼稚園ですとか保育園で、うんうん、時々歌わせてもらっている程度なんですね。あ、本当に、はい、これはじゃあ人生で初めてのオーディションではないですか。オーディションという形は初めてですね。地元のカラオケ大会は何度か出させていただきたいんですけど、はい、じゃあお願いします、はい、よろしくお願いします。初めてだと思えないね。え、家でなんか歌ってらっしゃるんですか。あの晩ご飯作りながら、うん、子供たちにうるさいよお母さんって言われるんです。僕イエスです。ありがとうございます。本当にすごく輝いてました。ありがとうございます。イエス。ありがとうございます。もちろん感動しました。イエス。